バショウ属ムーサエルは、バショウに属する植物。大きくなるが総本であり、高く伸びる茎は、幼少の束に過ぎない。バナナや、マニラーサなど、実用的に重要な種を含む。バショウ属は大きいものでは、数メートル以上にもなる直立した幹を持つが、それは、幼少が互いに巻き合ってできた偽形で、地下に、本当の茎がある。葉は大きくて、楕円形のだが、 よく上に裂ける。家系地下茎は地下の茎から二世形の中を通って先端から出て、その先端に単一の果女がつく。花は普通は単性で果女の基部側に雌花、先端側に雄花がつく。それぞれの花は数個から数十個ずつまとまり、それがら線上に並び、それぞれの集団をそれぞれ一枚の大きな角が包む。果実は細長くて、 肉質で、やや曲がる。熱帯アジアを中心に50種ほどがある。実用的に利用されるものが数多くあり、そのために栽培されているものもまた多い。果実が食用になるものは、いわゆるバナナである。若葉などが食用になる種もある。葉や茎から繊維が取れるものも多い。また干渉用とされるものもある。中型から大型になる多年生の草本。 茎は地下にあり、往々に、ほふ枝を出す。幹が高木状に高く伸びるが、これは、いわゆる二世形であり、幼少型場になったものである。二世形を構成する幼少は、内側のものを、外側のものが巻き包むようになっている。その先端から伸びる幼心は大きくて、長楕円形をしている。歯には、主脈があり、側脈は、多数あって、互いに平行に走る。 なお、葉は単葉であるが、往々にして右上に裂けるのは、側脈が完全な平行脈となっており、隣り合う、側脈の間の結合が、ごく緩いので、風などで力がかかると裂けてしまうためである。花は、偽系の先端から出る茎に、水上過剰をなしてつく。過剰は、先端が垂れ下がるものも直立するものもある。個々の花は単性であることが多く、普通は、 花ジの木部側に芽花がつき、先端の型に尾花がある。ストがあって大きく、鞘状で卵型か円形をしている。花ジの構成としては、個々の花は数個から数十個が集まって花群を作る。花群は一列か二列に横に並び、そのような花群が果軸沿いに螺旋状に配置しており、開花は木部側から順次起きる。個々の花群にはその木部に一つ。 大きな筒があり、従って、未開花の果樹は折り重なった筒に包まれて、卵休憩になっている。額は一つだが側面で基部まで裂け、先端は三から五辺に分かれている。果敢は額と同じ程度か、それより短く、丸く曲がって、おしべとめしべを取り囲む。おしべは完全なものが五本あり、六番目のものは、以下するか、あるいは完全に消失する。花糸は太くて、 糸状、薬は線形で上向きに伸びており、二室からなる。脂肪は三室で、卵子は多数あって、上位、下中は糸状で、下の方に向かって肥大しており、中等は多少休憩に膨らんで六つに裂けている。果実は多肉質になり、裂け開くことはない。外形は長大円型から防水型で、断面は三両型をしており、多少湾曲することが多い。 種子は休憩に近いか、あるいは量がある。大型の果樹には、やや薄いが多量の蜜を分泌する。花粉媒介には、昼先の種では、蝶類が、夜先の種では、コウモリ類がこれを行う。果実は、蝶類や哺乳類がこれを食べる。種子には、プ粉質を含んだ、多量の収入がある。種比が硬く、種子は消化されないままに糞と共に排出されることに、 なり、種子は、肥料付きで散布される。発芽には光を要し、森林伐採やギャップ形成の際に発芽する。時として大きな群落を作り、草丈が5メートルという得意な熱帯草原を構成することもある。学名は、初代ローマ皇帝、アウグストゥスの寺院であったムサにちなむとも、また、アラビア語での名に由来するとも言う。 世界に50種以上があるユーラシアを中心に分布し、大きくは3つのグループに分かれる。場所の仲間は約15種あり、東南アジアの大陸部から西マレーシアを中心に分布する。糸場所や食用のバナナの多くもこれに含まれる。マニラーサのグループは10種余りあり、ボルネオ島北東部やフィリピンからニューギニア、オーストラリア北部にかけて分布する。 ヒメバショウのグループは10種ほどで、インドシナ半島から西マレーシアを中心に分布する。日本産とされるのは以下の2種のみである。いずれも南西諸島の原産とされるが、真の自生であるかどうかには疑問があるという。実際には栽培されているものを見るのがほとんどである。バショ化はかつては、現在のロ屋ヤカ、オウムバナカ、極楽町家までを含む、 大きな群とされてきたが、それらが分割され、和尚族の他には、遠征手族とムセラ族の三族を含んでいる。以下、代表的な種を挙げておく。上述の日本産の種は省く。本族には、いわゆるバナナを含み、これは、食用として、極めて重要なものである。また、澱粉を含む根茎やわかめの芯も食用にされる、種がある。 大きな葉は物を包むのに用いられる。鞘の繊維が、ロープや布などを作るのに用いられる種も多く、特に、マニラーサや糸場所は有名である。他に観賞用に栽培される種もある。特にヒメバショウ類は、果女が美しく、小柄で栽培もしやすいので人気がある。そうじて種数は多くないものの非常に有用な、熱帯植物と言える。以下、種として、初島。 P795 大橋岡編、P272 掘った、P194 カ所については、園芸植物大辞典、P1785 以下、主として、掘った園芸植物大辞典、P1785 大橋岡編、P272 以下、掘った、P195 以下、大橋岡編、P272 掘った、P194 から1 9十五園芸植物、大辞典、 P1785 から1787以下、主として掘った。ありがとうございます。